はい、皆さん、こちらチスです。というわけでね。いやー、スロット追加されましたね。このスロットさ、目押しできるんですけども、なんとね、目押しより簡単で早く確実に揃えられる方法があった。なんとね、連打です。で、ただ連打するんじゃなくて、1個目と3個目は連打。そして2個目は黄色が出た瞬間に押す。ちょっとやってみますね。まず、この状態連打。この状態連打します。で、黄色が出て押す。で、最後連打。よし。で、5メダルと30メダルと50メダルってあって、スロットの速度違うんですよ。でも、すべてこのパターン、この連打のパターンで、確実に揃えることができます。30。これも同じように、連打して、黄色見えたら押して、で、最後は連打。確実。50も同じ。50はね、ただちょっと早めに連打しないといけない。ちょっと連打速度を、あんまり遅いと間に合わなくなっちゃうんで。確実。ほんとこれね、100% 揃います。100% 揃うし、最短で揃うんで、稼ぎ放題ですね。はい、というね、まあ情報を調べたら見つけたので、まあちょっとね、動画にしました。まあもちろん知ってる方はね、もうそんなの常識だよっていうかと思うんですけども、まあ知らない方に向けてということで。ただね、1000枚くらい一気にやると、レンダーが疲れるんよね。昨日1000枚集めたら結構疲れた。まあなんでね、地道にこう、ちょっとずつね、連打しながらやっていけばいいかなと思います。で、景品がね、集めて何もらうかって話なんですけど、まあ、キャンタロウ像なんですよね。いるかこれ。いるかこれ。初めの一歩のさ、高村像並みにいらないだろこれ。まあね、いずれ、景品増えるかもしれませんし、まあコンプのためにはね、この辺服とか、家具はね、一個ずつはとりあえず交換しとこうかなと思います。いやー、しかしさ、OK モーターズ、スロットまで実装してさ、だってもともとさ、こいつらさ、あれでしょ?勝手に借金を負わすっていうさ、ある意味ヤクザなわけじゃないですか。スロットまで始めちゃうってさ、それもうほんまもんのさ、やつだぜ。そういえばね、まだね、車をマックスまで拡張してなかった。さすがにするか。あ、ローン払いって言われたな。5万ベル、高っ。ところで、いつものようにこうなったら一回をもう少し広げてみるっていうのはどうだい？まあ、お願いしようかな。え、いくらだい？これさ、金言えよな、マジで。さあ、できた。怖え、今回かかった金額は、うおー、いくら？100,000万。10万。え、これ次もあんの？もしかして。ん？広がった？あー、1マス広がってるのか、左右が。微妙だな。まあさ、せっかくだからローンを、10万返して。いや、なんかさ、ほっとくとさ、トイとかで利息つけられそうだしな。で、さらに、さらに広げてみる。いや、もう払えんよ、払えんよ。今回かかった金額は、15万ベル。これはしばらく、返せんな。今度は前後が1マス。もっともっと一気に広げてくれよ。いや、でも広くなったのは嬉しいね。そして、これさすがに最終段階？まだあるのかな？いやー、OK モータース、怖えわ。というわけで、今回はこの辺りにしましょうか。いや、今回はスロットのね、揃え方っていうことで動画にしました。またね、なんか機会があったら、いろいろ動画にしようかなと思います。地味にね、お願い家具も結構作ってて、まあ、キラキラが足りなくて作れなかったりするんだけど、まあ、かなり溜まってますので、まあ、このあたりをね、一個ずつ置いてみて紹介するっていうのもいいのかなと思います。そうそう、あとはさ、なんか今日ね、新しい動物来てましたね。ジェシカさん、美人すぎるだろう。ジェシカさん。あ、美人といえばさ、なんか、あ、これこれ、ツンドラさん。ツンドラさんめっちゃ美人じゃないこれ。
ぜひとも呼びたい。美味しそうな匂いに敏感だ。彼女と話すときは注意した方がいい。食べたものを全部言い当てら、あ、そっちね。あ、よかった。言い当てられてしまう。あ、俺、食われんのかと思った。びっくりした。あとはこれ、奥太郎。これやばいね。地球、タコちゃんチェア、パイロン、隕石、月面移動車。隕石あるから、FF5 ごっこができるかもしれない。はい、というわけでね、皆さんどうもご視聴いただきありがとうございました。